牛久土浦バイパスは、茨城県牛久市から土浦市を結ぶ、事業中の国道6号バイパスである。つくば市大井北交差点あたりバイパスは、牛久駅周辺及び荒川沖駅周辺の国道6号原道の混雑を解消するために計画された。今のところ、つくば市内の西大井地区と土浦市の中村西根地区との間の区間が完成、開通しており、 国道408号と首都圏中央、連絡自動車道筑波牛久インターチェンジと、県道土浦筑波線、学園東大通りとを結んでいる。計画で32,900台、日とされる、交通量を裁くため完成時や4車線の道路となる予定であるが、現状では暫定に車線となっており、共用区間の道路の北側にはすでに拡幅のための用地が確保されている。 未共用区間については、起点の牛久市炎山町から上中町にかけての区間が2008年度に事業化され、計画中の都市計画道路上中田宮線と歩調を合わせる形で事業を推進、予備設計、調査設計を経て2011年度から用地買収に着手しており、県ではこの区間の共用を2022年春頃と見込む。また、 現在開通している区間を挟む形で、県道や田辺牛久線から国道408号間及び、県道土浦筑波線から国道6号原道に、かけての区間が、牛久土浦バイパス通気として2014年度に新規事業化された。牛久市場中町から筑波市、高崎までの区間については、沿線市長らで構成される、牛久市、筑波市、筑波未来市、 交通体系整備促進連絡協議会の池部、勝幸会長は、事業費が約250億円とも試算されており国土、交通省が事業化に踏み切るのは難しいとの見解を示していた。しかし、2018年度、牛久土裏バイパス3期として新規事業化された。鳥手バイパス、藤城バイパス牛久土裏バイパス。 土浦バイパス千代田石岡バイパス2005年度平日24時間、交通量。ありがとうございます。